皆さんこんばんは、クリーンと申します。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回のゲームはアリアクロニクルです。簡単にこのゲームを紹介すると、キャラが可愛いダーケストダンジョンって感じですね。ダーケストダンジョンを知らない方にお話しすると、ランダムダンジョンに RPG 傭兵システムがあり、ターン制コマンドバトルという感じ。ローグライクではないので、レベルが1に戻ったりすることはなし。難易度はノーマルでも若干高め。しっかり考えて攻略していく必要がありますね。個人的には面白くておすすめは1本ですが、ややこれはどうなのというところもあり、その辺もご紹介していきます。キャラには声優さんがついており、安価の値段の割にはその辺の作り込みは高いと感じました。では肝心なお値段ですが、1840円になっております。体験版もあり、気になる方は体験版をダウンロードしてやってみましょう。あ、そうそう、ゲームに関係ない話ですが、今までゆっくりムービーメーカーさんで編集をしていましたが、この動画からゆっくりムービーメーカー4に変えてみました。4はかなり使いやすく、これならストレスなく編集できそうです。今後は定期的に動画をアップすることができそうです。多分はい、余計な話はここまでにしておいて、このゲームをもっと詳しく紹介していきますね。18時間弱プレイしていますが、まだ全クリはしていません。ボリューム的にはまあまあという感じですね。今回は初めからプレイしてどんな感じなのかを紹介していきます。難易度は4種類、後で変えれますので、ノーマルからやってみましょう。個人的にはやや難しい方がこのゲームの楽しいところではありますので、参考にしてください。このゲームのタイトルにもなっています。このゲームの主人公アリアちゃんです。声優さんは久保ゆりかさんで、ラブライブの花よちゃんとか、青豚の妹ちゃんとか、大家さんのちえちゃんとか、他にもいろいろな役をやられている、個人的には好きな声優さんですね。そんなゲームが安価で買えて、さらには面白いとか、最高のゲームじゃないか。国の姫のアリアちゃんが巡礼の旅ということで、とある田舎町に来ていますっていうのがあらすじです。ストーリーはぜひ自分で買って楽しんでくださいね。ネタバレなどは一切しませんので。にしても声優さんってやっぱすごいですよね。いろいろな声を出せるんだなぁと、花ようちゃんと同じ人がやってるとは思えない声変わり。声優さんとしては、この声は誰々さんだと分かってもらえた方がいいのだろうか。釘宮さんの声とか絶対わかりますもんね。まあそんな話はさておき、巡礼の旅でトラブルに巻き込まれたアリアちゃんとその一行、さてこの後どうなることやらってストーリーです。それではこのゲームの特徴を簡単にお伝えしていこうと思います。まずはジョブとその数、結構なジョブがあり、唯一主人公だけはジョブチェンジができます。主人公は基本的に常にバトルに参加することになります。ストーリー的にいないと先に進めなかったりなので、うまく他のキャラと相性が良くなるよう選んでください。個人的におすすめはレンジャーというか、このゲームのぶっ壊れキャラがレンジャーっていうだけですが、参考までにしてください。いろいろなキャラで試すのも面白いと思いますぞ。さて次はバトルについて、ターン制コマンドバトルになります。右上にあるのが行動順番、コマンドを命令して行動を決めます。この辺はいろいろな他のゲームと一緒ですね。属性があり、弱点を突くと大ダメージ、火、氷、雷、光、闇と5種類多分あります。そしてこのゲームはバフデバフがバトルに大きな影響を与えます。火の属性で攻撃すると燃焼になり、継続ダメージ自分のターンになったらダメージ、雷は自分のターンになったら感電によるターン休み、氷は凍傷により回避率の低下、光は眩しさによる命中率低下、闇は忘れました。その他にも、たくさんのバフデバフがあり、それをどう使うかがとても重要になってきます。例えば、バフがついている分だけ攻撃回数を増やすスキルとか、デバフがついている分だけ攻撃力アップなど。さて次はダンジョンの特徴について、ダンジョンはボードゲームのようなマス目になっています。たどり着いたマスは左上の地図に記載されます。ゴールのマスや、条件のクリアを目指していきます。道中には宝箱や、敵、その他回復イベントやワープイベントなどもあります。さて次は仲間について、このゲームは5人パーティーでダンジョンを攻略していきます。酒場で傭兵を雇用し、パーティーを作っていくわけですが、相性をしっかり考えて構成しましょう。またそれぞれのパッシブスキルに探索を楽にするスキルがあります。それらも気にしながら構成してみましょう。ウォーロックは探索の際、宝箱とかがり火の位置を教えてくれます。レンジャーは罠や緊急事態に素早く反応しますと書いてありますが、宝箱に罠がかけてあり、レンジャーがいると高確率で回避できるスキルです。
今のところ、アリアをレンジャーにしており仲間にパラディンがおりますので、それ以外を雇用していきます。追放者は地形ダメージという、後半になってくると火山マップなどの特殊マップで特定のマスに行くと、イベントで全員にダメージというのが出てきます。そのダメージの半減、そしてコックは採集した際スタミナを消費しないと、まあやってみないとわからないことだらけだと思います。ぜひ購入してやってみてくださいね。さて次はパーティー編成。5人のうち前列後列を決めていきます。スキルの中には前列でしか使えないスキル後列ではないと使えないスキルがあります。基本は術使いや、レンジャーは後列。アタッカーやパラディンは前列でいいと思います。じゃあコックはどうやねん。コックで強いキャラって3時ぐらいしか思いつかなかったけど、大体強いから前列でええやろ。最近だと、100万人の命の上に俺は立っている。っていうアニメだと主人公が農業の後にコックになってたような。コックはアタッカーこれ豆な。中華鍋とか持っているサワンの前腕かなり筋力つくらしいで。まあそんな話は置いておいて、パーティー編成が終わったら装備チェック、ドロップか制作か購入かで装備品を手に入れます。制作で手に入れるアイテムが中盤までは強いですね。素材を手に入れて制作して装備品を手に入れることをまずは目指します。後半は各ジョブごとの適正装備品が出てきます。それはドロップか闇市場からのランダムで購入等になります。まあ周回しろってことですね。お金は後に余ることになるでしょう。ガンガン使っていって大丈夫だと思います。鍛冶屋をアップグレードすれば製作品も増えていきます。しかし主人公アリアのレベルに依存しますのでまずは主人公のレベルを上げることですね。さあこれで準備が整いました。ダンジョンに行ってみましょう。ここからは本気のダンジョン攻略になります。左のハートマークはスタミナ。移動したり採集したりと行動を起こすことに減っていきゼロになると良くないことが起こります。むやみに移動ばかり繰り返すとスタミナが減り、きつい戦いになりますので気をつけながら進みましょう。なので、かがり火の位置が分かったり宝箱の位置が分かったり、敵の場所が分かったりするパッシブスキルは欲しいところですね。かがり火はスタミナや体力メンタルなど回復してくれますが一度しか行えません。スタミナが減った時に使うといいでしょう。さて次もこのゲームの特徴として、メンタルというものがあります。メンタルは連続でダンジョン攻略を行ったりすると下がるもので、メンタルが下がると解除不能なデバフを負うことになります。そうならないように、メインパーティーサブパーティーの10人ほど育成しておく必要があります。面白いシステムだなと思うんですが、ジョブでキャラが1種類しかないので色を変えることしかなく、連続で同じキャラを出さないようなシステムにするなら、2種類ぐらいあってもよかったなと。まあ他のジョブ使えっていう話なんですが。そしてキャラ一人ごとに特質というものがあり性格、癖、ジンクスなどレベルが上がっていくことに覚えていきます。これは必ずしも良い効果があるものではなくマイナスの部分もあるもの。削除することもできますがランダムに覚えるものである程度は目をつむる必要がありますな。というまあこんな感じのゲームです。ストーリー展開はまあまあ面白いと思います。やり込み要素もありボスモードとか価格分のボリュームはしっかりあるでしょう。本当に簡単に紹介しました。気になる方は冒頭でも言った通り体験版がありますのでやってみて合いそうなら購入してみてはいかがでしょうか。2021年1月現在では、Steam 版のみの販売ですが、2021年春にスイッチ版発売予定となっておりますのでそちらを待って購入してもいいかもしれません。じっくり考えながら RPG がしたいそんな方におすすめな一本になっております。自粛等で暇を持て余しているならぜひ、ハマること間違いなしですぞ。さて今回のアリアクロニクルいかがだったでしょうか。今後も安価で面白い作品を簡単に紹介していきますので、他の作品も見てみたいと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で次回の作品でまたお会いしましょう。